嫌な予感がしますね、なんとなしに。最近何かとお忙しいようですな。あ、一つ思い出しましたよ。でも、事件には関係のないことですわ。何だと思います？浦部校長のことですか？その通り、さすがですな。校長の話、なんだろう。浦部校長が最近家を手放されたって話を聞いただけなんですわ。校長が家を？何か事情がおありなんでしょう。でも、どうされたんでしょうね、急に。そろそろ話題はつきましたかな。ここにはいない。私、あなたに嘘をついてました。申し訳ありません。え？後ろの少女のことです。我々教師までもが恐ろしい目に遭い始めたというのは本当です。教師がこんな馬鹿げたことを言うなんてどうしても許せなかったんですが、私、気味の悪いうめき声を。それだけあなたに言っておきたかったんです。引き止めてすみませんでした。情けない話ですが、一人になるのが怖いんです。じゃあ私も帰ります。ここは戸締まりしておきますよ。おお、君か。戻ってきたんか。職員室に行って話を聞いてみたんですが、先生方も奇妙な出来事に遭っているというのは確かなようですね。そうか、噂は本当だったようじゃの。はい。あ、それと今日葉山先生に何かあったんですか？ん？いや、わしは知らんぞ。何も聞いとらんが。やけに気味の悪い話になってきたの。やけに気味の悪い話になっ。校長が家を手放されたそうですね。らしいの。事情に心当たりはありますか？教師たちはお金がいることでもあったんだろうと言っとったが。まあ校長の家は一人で住むには広すぎたのじゃろう。とはいえ、なぜまた急に。一人？校長は一人暮らしなんじゃよ。いちいち、えっ
って驚くんじゃない、大げさな。よし、校長の話をしてやる。校長のことを話すと言うとるのに、他のことをいきなり聞くとは何事じゃ、バカモン。すみません。ただしさんは若い頃に奥さんを亡くされたんじゃ。ただしさん、浦部ただし、校長の名前じゃ。もう30年以上前の話じゃ。その頃わしと同じ一教師だったただしさんは念願の子供を授かったんじゃ。ところが心臓の弱かった奥さんは出産に耐えられず。赤ちゃんも助からなかったわけですね。じゃと思うが、校長が人一倍生徒を思いやるのはそれが理由なのかもしれんの。校長は立派な方じゃぞ。教育者の鏡じゃ。教育者の鏡じゃ。お前さんは何でも事件と結びつけようとするの。じゃから車のことを話すのもやめた。おお、しまった。自分でネタを振ってしまった。自爆。昔黒い車に乗っていた人を思い出しただけじゃ。どうせ事件とは関係ない。気にするな。先生、その車の持ち主は。気にするな言うとるじゃろうが。気にするな言うと。教育者の鏡。そうそう、今日お前さんを訪ねて男が来とったぞ。誰なんだろう。男ってどんな人だったんですか。メガネをかけた真面目そうな生徒じゃったが。というところでわしはぼちぼち帰らせてもらうぞ。ではまた来週。さらばじゃ。あ、ちょっと小村先生、黒い車の話は。え、今声が聞こえたような。ここに一人でいるとなんだか気味が悪いな。あゆみちゃんやひとみちゃんに何があったんだろう。あ、葉山先生。あら、今日何かあったそうですが。ちょっと事故があったの。事故？私のクラスの女生徒が怪我をしたの。頭を打ったらしいから入院して検査を受けることになったの。軽い怪我だとは思うんだけど。生徒が言うにはこういうことらしいの。階段を降りていた時、後ろに人の気配を感じたんですって。
それで振り返ると、日々の先生がいらっしゃったの。ところが、その日々の先生の後ろに、後ろの少女が立っていたっていうのよ。それで驚いて、階段を踏み外したらしいの。もうただの噂だなんて言ってられないかもしれないわ。日比野先生が生徒を病院へ連れてってくださったの。校長が留守にしている時に事故が起きるなんて。とにかく連絡しなきゃ。葉山先生、どうしたんですか？後ろの少女はやっぱりいるのよ。私が見たあの日からずっと。そろそろ行かなきゃ。じゃあね。人が通りそうな気配はない。ゴミ箱だ。手がかりになりそうなものはない。ひとみちゃんの様子がおかしかったって昨日のことで落ち込んでるのかな。ひとみちゃん！呼んだ？うわっ！何その格好？伊達眼鏡をかけてカツラをかぶってる。眉毛もわざわざ描いてる。てめえに怒られて目が覚めたんだよ。どう？いや、う？確かに様子がおかしい。それにしてもひとみちゃんってものすごく簡単なやつ。本日はいらっしゃらなかったみてえだよ。あの人校長先生の知り合いだし、きっといい人だよ。人相悪いけど。素敵なナイスガイに変わり果てた俺様の姿を見ればきっと喜んでくださるでしょう。知的？そういうコンセプトなんだ。そうそう、あゆみちゃんがいつも誰かに見られてるって気にしてるんだけど、ひとみちゃん心当たりない？大丈夫、心配ないよ。立花さんは俺様がほぼ24時間体制でこっそり見張っております。プライベートから授業中までいつだって僕の目が光ってますので。こいつが犯人だった。本日も無事お帰りになるまではきっちし見届けましたです。最近は授業に出る暇もございませんよ。やれやれ。バッチシ決まってるでしょ、このメガネとズラ。
それ僕が捨てたサンボラのマッチですね。ひとみちゃんバーなんか言ってたの？違う、それはあの男が落としてったのを拾っただけさ。あの男は？サンボラといや隣町のショットバーだよ。お、早速サンボラへ行くんですね。僕はどうすりゃいいのでしょうか。ひとみちゃんも一緒に来てよ。お、僕も一緒にサンボラへ行きゃいいのですか。さてはブルってますね。わかりましたと言いたいところですが、俺様はそろそろ橘さんの最終チェックに行きますので。最終チェックってなんだ。悪いですが先に行っててくださいよ。わかった、じゃあ行ってくるよ。ひとみちゃん。合点が承知でございます。ここは子供の来るところじゃないぜ。帰んな。あんたが言った名前のうち一人だけうちの客がいるぜ。だが俺は見ず知らずの人間に客のことを話すほどおしゃべりじゃねえよ。諦めて帰んな。まあ重要な手がかりがありそうなのに諦めるわけにはいかない。口で言ってもわからねえようだな。で、まずいかも。お待たせ。あ、お話し中ですね。失礼。なんだ今のやつは。このままのひとみちゃんがそばにいる。まずはあの野郎にご挨拶を。はじめまして、よろしく。あ、このマスター怖そうな野郎だね。なんだその変なやつ。こんなの連れてくんじゃねえよ。とっとと帰んな。ここでオイラに質問するのは見当違いだと思いませんか。諦めて帰んな。ここは子供の来るところじゃないぜ。帰ん。その妙な野郎の顔を見てると気分が悪くなるぜ。とっとと帰れよ。
ん？バカじゃねえか、お前。ひとみちゃん、我慢我慢。とっとと帰れよ、そのバカ連れて。捨てたマッチだ。ショットバーサンポラ007-1234と書いてある。ここは子供の来るところじゃないぜ。帰んな。Thank you.